QR コード QR コードは1994年に自動車部品メーカーである電装の開発部門が発明したマトリックス型二次元コードである。QR はクイックレスポンスの当時語であり、高速読み取りを目的の一つとしている名称である。QR コードは電装ウェーブの登録商標である。トヨタ生産方式、看板において、 自動車部品工場や配送センター等での利用を念頭に開発された。しかし、誤り検出訂正の能力が高く、また、オープンソースとされたことから、トヨタ自動車のサプライチェーンの範囲から飛び出して、一人歩きを始め、現在では日本に限らず、世界に広く普及している。例えば、発明時には民間においてインターネット及びスマートフォンが普及していなかったが、 それらを用いる QR 決済が現在国によっては主要な電子決済の地位を占めるようになっており発明から四半世紀経ってフィンテックを支える技術の一つとなっている中華人民共和国ではアリババグループがアリペイに採用していることから特に普及が著しく中国発の技術と思っている中国人も多い日本国内ではテレビ局が 放送画面上に QR コードを提示して、自らのメディアである、テレビ放送とは異なるメディアのインターネットに誘う手法、あるいは雑誌などの紙媒体に QR コードを提示して、インターネットに誘う手法もしばしば見られ、旧来のメディアと新しいメディアのインターネットとの融合に用いられる例も多い。QR コード概念図 QR コードがない時代。 伝送の製造工場の現場では部品をバーコードで管理していた。だが、部品管理のためにバーコードを10個ほど並べて読ませていたことから非常に作業効率が悪かったことと、現場の作業員から疲れるとの不平不満が上がり、合わせてバーコードより多くの情報を盛り込めるコードを作ってほしいという要望が出た。それに応えるため、電装ウェーブ開発部門に所属していた。 原正弘により1992年から新たなコードの開発がスタートした。原が昼休憩の時間中に社内で打っていた意語をヒントに開発目標としてコードの情報量を増やすだけでなく正確に早く読み取れること、また油などの汚れがつく自動車関連工場で使われることを想定し汚れや破損への強さにもこだわり2年の 開発期間を経て1994年に完成した。バーコードは横方向にしか情報を持たないのに対し、QR コードは縦横に情報を持つ。そのため、格納できる情報量が多く、数字だけでなく、英字や漢字など多言語のデータも格納できる。また、推奨はされていないが、濃淡の判別が可能な色合いであれば、 色をつけた状態でも読み込むことが可能である。QR コードには最初に作られたモデル1と大型化に対応したモデル2がある。大きさはバージョン1の2121 21セルからバージョン40の177177セルまで4セル刻みで決められている。3隅の四角い切り出しシンボルが特徴的である。加えて 7列目と7行目などのタイミングパターン、随所に入れられた小さい四角のアラインメントパターンが固定で、それ以外の部分に符号が記録される。JISX051 例では、QR コードの白黒を反転させることも認められているが、ISO-IEC18004 では白黒を反転させる行為は許されていない。現在、日本で販売されているカメラ付き携帯電話、 スマートフォンのほとんどが QR コードの読み取りに対応している。また、Google の携帯電話用 OS である Android でも、一次元、二次元バーコード処理ライブラリー、ザキシンがオープンソースとして提供されている。ザキシンは、Android の QR コード読み取りアプリは、もちろんのこと、他 OS のアプリや、業務用機器の QR コード読み取り機能でも、使用されている。 また、iOS11 からは、アベフンデーション2バーコード、2次元コードの読み取り機能が追加され、iPhone や iPad でも標準で QR コードの読み取りに対応した。最大容量は、バージョンを最大、誤り訂正レベルを最低にした場合の値。QR コードの使用例。広告に QR コードが配されており、詳細な情報の載った。 携帯電話サイトにアクセスすることができる。1997年10月、AIM インターナショナル企画になり、1998年3月には、GIDA 企画、1999年1月には、JIS の JISX0510、さらに2000年6月には、ISO 企画の ISO、IEC18004 となった。普及状況は近年まで、日本国内にとどまってきたが、 イギリスなど海外でも QR ペディアが使用されるようになるなどその範囲は広まっている。またデンソーウェーブはシンガポールを拠点に東南アジアへの展開を進めている。特許権者のデンソーウェーブは、まずは QR コードが普及するようあえて特許をオープンにすることとし、企画化された技術に対して特許権を行使しないと宣言している。なお、近年 QR コードの中に 文字や画像を組み込んだものが一部で使われるようになっているが、これらの多くは QR コードの上に単に文字や画像を載せたものに、過ぎず厳密には QR コードの規格に準拠していないため、QR コードのエラー訂正のレベルや読み取り機器の性能によってはコードが正常に読み取れない場合がある。このため、伝送ウェーブでは規格に準拠していないコードについて、 QR コードと呼ぶことはできないとしているほか、企画外のコードの使用に対しては特許権を行使することもあり得るとしている。QR コードの開発チームは2014年に欧州特許庁が付与する欧州発明家賞を日本で初めて受賞している。ほか QR コードの読み取りに支障が出ないように工夫された広告。乗車券での使用例。 中国の中国鉄路を信用局集団講師。長良川迂回、船着き場の長良川岸壁に取り付けられたウブネのネームプレート。観光客のために携帯電話で情報が表示できるよう QR コードがついている。プーシキンの小説、エブゲニー・ヨネーギンを QR コードで読む豆本決済サービスでスマホ画面の QR コードを読み込む次のものがよく使われている。 なお値の中で、コロン、セミコロン、コンマ、バックスラッシュ、二重引用符を使用する場合は、バックスラッシュでエスケープするよう定められている。マイクロ QR コード111 11セルから1717 17セルの QR コードの小型版である。切り出しシンボルは一つしかない。データ量は、数字の場合5から35桁と、従来のバーコードと、 同程度だが、同じ桁数で比べて10から100分の1の面積に印字できる。マイクロ QR コードは2004年11月、g i s x 0 5 1 0として規格化された。イクアコードは、デンソーが開発した QR コードの新規格であり、QR コードと同じスペースにさらに多くの情報を表現することが可能になっている。 視覚的にわかる QR コードとの大きな違いは、正方形ではなく長方形のコードが生成できるようになった点である。QR コードの中心部に絵や文字などを入れるためのキャンバス領域を設けた QR コード。電装ウェーブが特許を所有している。最新の実企画書の適合条件の中では、新規用途、またはオープンシステム用途にあっては、 QR コードシンボルのモデル1は推奨されないシンボル形式となっている。よって、ここでは QR コードシンボルのモデル2について記述する。このように欠損した状態でも http://en.m.wikipedia.org と読み取ることができる。ありがとうございます。